そして1時間後、集合時間になった。結局あれだよね、漁師甲冑見つかってないよねきっとね。ごめんなさい。しれ、ごめんなさい、ダメでした。そうだよな、そこら中に転がってはいないだろうしな。こっちもそれらしいのは見当たらなかったぜ。なんかリンなんか特に珍しい表情してるよな。こんな悲しそうな顔してるリンちゃん見ないしね。まあ見つかんねえよな。まあメイのあれでわかるわ、見つかんねえよな。3組ともかすりもせんとは、さすが伝説の武器、文学的でしょう。でもこの新出島で探せてない場所って、おいおいおい、あるじゃん。びっくりするほどちゃんとあるじゃん。あとはもうこの広場ぐらいしか。おい、ん、おい、あれ、あの像見てみろ。え、ああ、あるじゃん。漁師甲冑。もうね、ほぼ後部そのまんまだよね。やっぱりこう漁師甲冑といったらこの形っていうイメージがもう志乃たちにもあるんだろうね。隠してね、全く隠してね。ね、思い込みなんだよな。というよりこれ飾ってあるわ。いやいや、いや、そんなことある？さすがに違うんじゃないか。あの、見て、ここに解説文があるわ。まあなんか目の前に鳥居さやもあるもんな。この漁師甲冑は先の戦にて帝国歌劇団が実際に新出島に集う国々との友好の証として祀るものとする。あー、なるほどな、納得だね。あの神山たちの時代でも喋ってたけど、漁師甲冑は時代遅れ、大正29年時点でね、なっていたから、そう考えればこう祀られるものとして使われていった、まあ平たい言い方すればリサイクルされているのは結構納得だよね。ん？祀る？なんとこう身体扱いとな、納得だよな。まあ三笠記念公園の三笠とかそういうことだもんね。言われてみれば鳥居が賽銭箱も置いてあるわ。あー、なるほどな。もうそうだね、メイの言う通りこう身体扱いなんだな。うむ、お姫が言ってたのは間違いなくこれだな。こんな見つかり方ってありかよ。君らの考え方とかね、探し方が甘いんだろうな。まあ司令がこの場所を集合場所にしたからですね。さすが司令です。なんかいい部下を持ったな。確かに司令やるな。いや、僕もこんなことになるとは。もう実力のうちというものさ。なるほどね。なんかメイの一言でちょっと救われた気分になったな。けど、これはちと参ったね。そうだね、ご神体を持っていくわけにはいかんよな。そうね。何が？こんなにドーンと祀ってるご神体持っていけないだろう。ピッカピカに磨いてある。大事にされてるんだな。そうだよね、銅像とかって結局色がどんどん変わっていっちゃったりとかするけどね、こうやってピカピカになってるってことはね、大事にされてるってこととか、いやー、従来の帝国歌劇団がね残していった、いろんな意味でね、見た目上の意味でも心の意味でも残してたってことがわかるよね。だからどうする、こいつを持っていかねば始まらない。贋作。ほう。え？贋作を作ってすり替えるというのは怪盗物の常套手段ではあるな。さすが文学少女、アイディアがいいな。ネクタイ似合ってるよな。マントと頭のペンもいいけど、メイちゃん考えたデザイナーさん誰だろう。後でちょっと調べようか。贋作って何？よくできた偽物のことよ。我が輩の愛する利根川乱馬の本怪盗洗面槽でもよく用いられる手法だ。洗面槽多いな。元のか。
リンツッコミうまいな。帝国歌劇団ツッコミのいい人増えたな。いやいや、元の顔が分からなくなりそうだ。いや今そこじゃないけど、ありかも。私がこれにそっくりなレプリカ作れば、ちょっと気は進まないけど一刻を争う事態だしね。確かにね。怪盗か、かっこいい。怪盗帝国歌劇団参上。正義の味方なのか悪なのか分かんねえな。じゃあこの方向でいくか。司令、司令どうでしょう。うん。下の選択肢好きだな。選んじゃうか。怪盗、いい響きだ。いいですね。ですよね、ですよね。おおお、ちょっと君影、もしかして怒ってる？ブミャ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 。ん？ん？どうした？君影。おい、あれ？早く命令して。なんか京子さんすごいこと言うよな。司令ちゃんの愛を感じるわ。行っちゃいましょう。京子たちの愛、見せつけましょう。ここから狙おう。全力で参ります。幸せな今だ。はい。ん？京子の愛、見せてあげる。どうだった、司令ちゃん？うん、どうだったかっていうと一瞬顔怖かったね。やりました。強い思いがある限り帝国歌劇団は決して負けない。いいなぁ、リンの決め台詞かっこいいなぁ。パフェをおごってやってもいいんだぞの方のセリフも結構好きだけどね。お、司令のレベルも上がったね。20が目の前になってきたな。みんな早く元の人に戻ってね。あー、シノのこういうところね。オーマイガー、出た。サムライじゃねえですか。いいこと、いいな。まあ、動画でもうすでに上げてますけど、サムライアンジュの九州武者修行をね先にやってるので、アンジェリカのことはよく知ってる状態で我々はプレイしてますからね。え？何？私のこと？お願いします。お主に弟子入り申したく、お願い申しそろ。多分だけどおじいちゃんの言い方なんだろうな、おねげするっていうのはな、推測だけど。で、弟子？ふにゃ、あなたはお控えなすって。拙者、タモのアンジェリカと申します。ああ、いいじゃん、少しおしようぜ。登場の仕方いいな。黄金色の大和なでしこ、タモのアンジェリカ。長い名前なので人は拙者をアンジュと呼びやす。隅から隅までズズズイと、よろしゅうおねぎいたします。おねぎいたします。維新から時は流れ、日本に侍はいねえと思ってました。でもいました、あの刀さばき。お主侍でござそうろう。侍？師匠おねげです、おねげです。ちょっと言いにくいな。弟子にしてくだされたし、私の弟子ってどうしましょう。入れてやんなよ。リーンがなんか会話イベント出てますね。ちょっと話しかけますか。ああ、司令、今のところ異常はないぞ。うん、突然でっかい銃出てくるからな。まあ言わずと知れたリーンちゃん、熊本県の乙女ですね。ちょっとじゃあ話しかけてみますか。はい。おや、リン君が何か言いたそうにしてるぞ。司令、買い出しか。ああ、近くの商店にな。なら俺も付き合おう。あら、ありがとう。珍しい、珍しいなんて失礼だな。なんか欲しいもんでもあんのかい。え、鋭いな、司令。実は甘味品が欲しくてな。ああ、まあ欲しいよね。わかるわかる、ちょっとした時にね口にしたいもんね。リン君は甘いもの好きなのかい。まあ人並みな。それに作戦立案の際などは糖分が必要となるから、あくまでこれは戦いのため。そう、決して甘いものが大好物というわけではないぞ。
なんだその疑うような目つきは。まあいい、とにかく俺はついてくからな。あ、ついておいで。よし、では準備をしてくるから待っていてくれ、司令。これあれでしょうね、何回か話しかけるとだんだん分かってくるんでしょうね。これまだ王冠マークついてるから続きありそうですね。いい戦績を重ねてきたことでリン君の士気が上がってきたようだ。司令、後期との戦いにもだんだんと勝てるようになってきたな。だがここで今一度気を引き締めた方がいい。勝利は諸刃の剣、それは戦心、自信と過信を与える。よーし、いいこと言うな。ダディに教わった教訓の一つだ。そうだな、気を引き締めていこう。ああ、これからも、共に勝ち続けるためにな。なるほどね。お、まだまだ話しかけられますね。せっかくですからもっと話しかけましょう。おや、リン君はどうやら先日の戦いに気持ちがわかるんだな。司令、先日の戦いについて話したいようだ。司令、あんたも見ていたと思うが、この前の戦いで俺は必殺攻撃を使うことができたわけだが、トリガーフォースリバティ。全ては自由のために。そうだね、トリガーフォーリバティですね。あんたの感想が聞きたい。どうだった？かっこよかったぞ。はあ、格好はどうでもいい。ああ、そっちじゃないか。大事なのは威力と戦場における効果だ。いずれにせよ、ちょっと失敗したな。なんだ、そういうのは好きじゃないのか、褒められるのは。いずれにせよ、あのような大技を体得できて、俺自身本当に良かったと思ってる。これからも使用機会を増やしていくつもりだから。やるか。司令、的確なタイミングでの指示を待ってるぞ。ああ、ちょっと信頼度もったいなかったな。乙女のことをちゃんと分かってないといけないですね。お主、侍でござそうろ。あ、そういう風に読むんだね。ござそうろっていうのね。師匠、おねげーです。この顔いいな。スクショしようぜ。スクショを覚えたらどんどんやってくっていう、ちょっと恥ずかしい覚え方だね。バカの一つ覚えですね。弟子にしてくだされたし。ねえ、アンジュ、お国はどちらなの？父上は英国人、母上は日英をルーツに持つです。わざわざ英っていうあたりね、本当にこう日本を愛して日本語を積極的に使おうっていうのがわかるよね。アンジュのお腹にね、入れてるあの担当かな？これなんだろうね。やっぱこのデザインしてる人たちすごいよね。あのシノの腰のね、ガマ口もそうだしね。国籍は英国にござるよ。そうなんだ。日本人が4分の1、英国人が4分の3ってことね。確かにね。いかにも。しかし心は大和なでしこな拙者です。ね、アンジュちゃん、私は侍じゃなくて歌劇団のメンバーってどう言ったらいいんだろう。この時は帝国歌劇団に限らず、世界中にね、歌劇団が広まっているんじゃないかなと思うけどね。あの新桜大戦からの時系列を考えればね。役者かしら。ああ、お主は侍で芸者でござるか。アクトレスじゃなくて芸者なんだね。つまり侍芸者。確かにな、そういうことだよな。あの新宮寺桜にしても天宮桜にしてもさ、侍芸者たちだったってことだよね。いや、役者と芸者は違くて、俺に任せろ。英語で説明する。リンちゃんかっこいい。ね、英語喋れるだけでかっこいいよね。単純なもんでね。死んで島にて異国語で語らう美女と少女。物語があるな。なるほどな。まあリンとアンジュがあの侍アンジュのね方のエピソードで2人で出てくるっていうのは納得できる背景だよね。どっちも英語が喋れるっていうのはね。ふん、後期たちから日本を取り戻す戦をしてるのですね。もうそんなに説明したのかよ。しかも理解が早いわ。歌劇団は世を忍ぶ仮の姿、つまりご隠居でござるな。日本語力高いよね。世を忍ぶなんて言えないもんね。日本語あまり習熟してない人だったらね。黄門様、暴れ将軍。よーし、世直しはそうでなくては
拙者決め申した。拙者を帝国歌劇団に入れてくだされ。お主らのもとへ日本を取り戻しながら大和なでしことは何ぞやを勉強するでござる。話が早いな。そういや入りたいっていうのは初めてかもな。しのどうする？私は師匠にはなれないけど仲間だったら大歓迎。なるほど。いや弟子が入るなんて嬉しいじゃなくて、しのの優しさとか素直さってこういうところに出るんだな。なんか意外で、なおかつやっぱ彼女の良さをまた知ってしまった。アンジュちゃんなら舞台で入ると思うし。あ、確かに一人いるだけで違うよね、こういうね白人系の子がね。あのだからさ、ちょっと話脱線するけど、ニューヨーク歌劇団って最強だと思うんだよ、その辺ね。全人種いるっていうのはね。まあもうその人種のサラダボールであることをテーマに選んだのが桜大戦5のニューヨークだしね。いや、アンジュ加入は大きいな。司令、どうでしょう？もちろん大歓迎。お、もうセリフがありましたね。おし、もう喋った通りの選択肢がありました。やったやった、ありがとうございます、司令。ありがとうござる。よしなにお願い立てまつる。なんかアンジュの言葉を喋れるようになるまでちょっと時間かかりそうだな。よろしくね、アンジュちゃん。と、新しい仲間が増えたのは嬉しいんだけど、あ、そうだね、よーしかっちゅう。あ、そうだった、うっし。んー、じゃあ私は作業に入るよ。わ、師匠いかがしたでござるか？えっとね、今から泥棒するの。俺が説明しよう。というわけだ。おお、状況は理解しました。けどそれじゃあ盗っとよ。盗っとダメ、大和魂ないね。うーん、そうなんだよな。そうなんだけど、急いでこれを手に入れて福岡に戻らないと仲間がやべえんだよ。武士は食わねど高ようじ、しかし食わねば死んでも。難しいでござるが。よし、わかりました。拙者に明暗がござる。お、いいじゃない。なんだろう、明暗？どんな方法だ？武士道に反さない最高の方法があります。拙者が何言ってんの。腹切って お詫び申し上げよう。え、切腹？腹切りは武士の誉れ。うん、見事かっさばいてごらん入れよ。やめて。時代も違うしな。ダメ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 、それは盗みよりもっとダメだよ。ああ、焦りが正解でした。止めてくれるな。拙者にはなさねばならぬことがある。アンジュちゃん、せっかく入ったばかりなんだから、入ったばかりじゃなくてもダメだけど。しかし師匠、武士道とは死ぬことと見つけたり。なんでそんなに腹を切りたがる。ダメ。師匠の命令です、切腹がダメ。はい、わかったでござる。けれど確かにアンジュの言う通りね。そうね、私たちは日本を取り戻そうとしてるのに、その過程で誰かの大切なものを奪うのは違うわね。まあそうだね、ここの一言だよな。歌劇団は正義の味方でいよう。おお、あ、それが一番帝国歌劇団らしい方法だぜ。なんかお願いできないかな。どうしたの？レプリカできたぞ。さすがは天才風花様。作業はもうやってたのか。このスピードでこの完成度、陣地を超えた圧倒的な。怪盗作戦は残念ながら中止になった。やめるの？普通に飾りが一個できただけじゃん。風花、実はアンジュからカクカクしかじか。これこれ、うまうま。うん、なるほどね。まあ確かに帝国歌劇団っぽくはないか。でもどうする、実際に他に方法あるかしら。誠意ね、シノ、大和なでしこへの第一歩です。うん、やっぱりきちんとお願いしなきゃね。でもさ、そうそうそう、そこそこ、お願いするって誰に？新出島の人全員。この大切な漁師甲冑を私たちに譲っていただけませんか？帝国歌劇団、あー、頑張れ帝国歌劇団って言うだけでちょっと泣いちゃうね。